皆さん見てくださいですの。テイルズオブジアビス、前回に続きからプレイしていきましょう。はい、何でしょう。おお、なんだこいつ、火吹いたぞ。どうですか、すごいですの。今のは僕、炎を吐けるですの。だから通訳以外にもお役に立てるですの。火事を起こしたりとかそういう話ですか。仲間に迷惑をかけた分、僕頑張るですの。確かシーグル族は炎を吐く種族でしたね。はいですな。でもミュウのは特別ですな。特別？ミュウはまだ子供だから本当は炎なんて吐けないですな。ところが。ところが？ソーサラーリンクですな。これのおかげで炎を吐けるですな。それにいくら炎を吐いても疲れないですな。へえ、ソーサラーリングってのは翻訳みたいなことができるだけってわけじゃないんだな。もともとは武術の威力を高めるものなんです。キャパシティコアの一種ですよ。でもその大きさの炎だとあまり実戦向きとは言えないわね。だけど炎を吐くなんて面白いじゃねえか。おい豚ザル、ルー君ひどいわ。うっせえな、こんなちっこい変なやつ豚猿で十分なんだよ。いいか豚猿、俺が命令したら炎を吐くんだぞ。にゃーん、わかりましたですの。ミューファイヤーを習得しました。四角ボタン、あ、ほんとだ。どこで使うんだどこで使うんだろう。こういう感じか。こっち側もいけそうだね。ざっと見ていこうか。なんもないかな。あ、いける。普通に進むポイントかな。ぽい。わお。あ、ちょっと当たった。やばいやばいやばい。飛行飛行飛行。よしよし。思ったより弱かった。動きは止まったな。あれ多分回避するのに使うんだろうな。オレンジ組。回避用はそんなにあれかな。全部潰していこうとしてるからな。あれ使ったからって多分戦闘開始時の相手の HP が減るとかそういうのはないよね。あったらな、どんどん使っていくのにな。ミューファイヤーか。なんだろう、こっから先進めないよとかなってるところを進めるようにするとかそういう感じかな。あんのかなそういうの。そういや、ここの右側まだ見てないな。ああ、戦う？いいよ。当たんねえ。全然当たんねえ。蹴散らしてやる。よし。ほい。よし。オッケー。敵への情け、持ちたくないから。あのでかいやつ一匹の方が経験値は上なんだな。ライガの住処ってこの先なのよね。そうですの、この川を渡った先ですの。川を渡るって言っても橋がかかってねえじゃん。ジャンプでなんとか。仕方ありませんね、川の中を歩きましょう。マジかよ、靴もズボンも濡れるじゃねえか。俺は嫌だね。それならあなたはここに残るといいわ。服や靴の汚れを気にする人は足手まといになるから。なんだと？
おい、豚猿、お前あの木の根元に炎を吐け。あおらもさっさと吐けよ。扱いが、え、こういうこと？火事なんぞ。よし、これならどうだ。なるほど、木の根元が腐っていたんですね。ルークは機転が効きますね。こんなの大したことじゃねえよ。そうね、第一、ミュウのおかげですもんね。だと？大したことじゃないんでしょ。いちいち大声を出さないで。どうしよう、参りましょう。あ、はい。ルークも機嫌を直して一緒に行きましょう。行くですの。うるせえ。俺、リュークのこと好きになれんのかな。すごい、こう、そこが心配なんだよね。今俺めちゃくちゃ苦手だもん、ルーク。多分なんか改心するポイントはあると思うんだけど、さすがにね。こういうキャラでこのまま最後まで行くことはないと思うからね。なあ、イオン。はい。さっきの術みたいな強い技、どうやって覚えたんだ？俺も教えてもらったら使えるか？あれはダート式武術といって、あの、まあもう小難しい説明はいらねえ。こう楽してパーッと強くなる方法ってねえのかよ。呆れたものね。なんだよ。二人とも喧嘩はやめてください。楽して強くなれる方法ならお教えしますよ。マジで？どんなのだ？ルークはどんなキャパシティコアをつけているんですか？キャパシティコア？キャパシティコア？なんだそれ？ルークは知らないのですか？彼はちょっと世間に疎いんです。悪かったね。ではこれをルークに。これがキャパシティコア？はい、キャパシティコアというのは武術を施した装飾具のようなものなんです。負の内容に応じて身体能力が向上します。最近は一般の方でもおしゃれの一環として普通に使っていますね。どういうやつだろう。あれか、なんかピップマグネループみたいな感じか。これでさっきお前が使った技を俺も使えるようになるのか？すみません、ダート式武術はローレライ教団の同士にしか使えないんです。なんだ、つまんねえな。でもキャパシティコアを装着していれば特殊な技能も覚えられるわ。使いこなせれば十分強くなれる。キャパシティコア、どうだ？似合ってますよ、ルーク。そうか、これで俺ももっと強くなれるんだな。力だけはね。頭が弱いってこと？せえだな。装備なの？どれだ？違うな。これか、キャパシティコア。ああ、一応、あるん、どれが上がりやすいかみたいなのあるんだ。え、でもこれだったら、こっちじゃないの。ねえ。で、ループが、こっちだな。オッケー。変えるまでもなかったね。適した感じになってたもんね。うわぁ、でっか。あ、これか。てか、さっきのやつも倒しとくか。あ、怒ってる。めちゃくちゃ怒ってたな。やばい、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。炎症が長い。よし、オッケー。
通に攻撃した方が早いんだよね。チーグルの食生活？ねえミュー、チーグルは草食と言っていたけど何を食べるのかしら。ミュー、タタル草、バチカル草、ユリア草、フーブラス草、ネコリー草。ミューは草食なのね。そうですな。でもキノコも食べるですな。この辺りでキノコなんて取れるのかしら。取れるですな。北の方はキノコだらけですな。いつか行ってみたいわね。案内してくれる？もちろんですな。案内ね。なんかそういう約束をしてさ、ちゃんと行けるんだろうかみたいな。あら、覚悟なさい。よしおい。ちょっとルークは弱ってきたけど、まあまだいけるか。よし、この先も進んでいこう。いや、やっぱ回復だけしとくか。いつなんか次ボスが来るかわかんないもんね。あ、行きましょう。ライガル、こんな感じか。大体こんな感じっていうイメージでいいのかな。よし。出てくんなっつーの。ちょっと回復だけしとこう。200いくつだもんね。よし。あ、これで下で取れるってこと？下、下か。結構あれだな、遠いな。注意して。よいしょ。ふい、ふい、オッケイ。余裕だぜ。いい連携できてるよね。よし。あれはセーブポイントか。記憶陣か。ヒーリング効果のある記憶陣に陣の上に乗ると体が癒される。あ、回復できるんだ。へえ。じゃあ使うまでもなかったのかな。てかこっち側なんかいけそうな感じするよね。あ、あったわ。オレンジ組、回復はありがたい。戦闘中に回復したいもんな。ライフボトル。ボス戦かな。ボス戦だろうな。あれが女王ね。でかくない？女王。ライガは強大なメスを中心とした集団で生きる魔物なのよ。ミュウ、ライガクイーンと話をしてください。はいですな。どうもダメらしいな。大丈夫ですか？おい、あいつはなんて言ってんだ。卵が孵化するところだから来るなと言ってるですの。僕がライガさんたちのお家を間違って火事にしちゃったから女王様すごく怒ってるですの。卵？ライガって卵生なのかよ。それも気になるよね。ミョウも卵から生まれたですの。魔物は卵から生まれることが多いですの。へえ、ポケモンみたいだ。まずいわ。卵を守るライガは凶暴性を増しているはずよ。じゃあ出直すってのか。ですがライガの卵が帰れば生まれた子たちは食料を求めて町へ退去するでしょう。はあ？ライガの子供は人を好むの。だから町の近くに住むライガは繁殖期前に狩り尽くすのよ。彼らにこの土地から立ち去るように言ってくれませんか？いや、絶対無理でしょ。あ、はいですの。ミュウ、ミュウ、ミュウ、ミュウ。
勘違いすんなよ。おめえをかばったんじゃなくてイオンをかばっただけだからな。ツンデレめ、僕たちを殺して孵化した子供の餌にすると言ってるですの。あ、ちょうどいい餌が来たもんな。どうしよう、ミュウと一緒にお下がりください。あ、おい、ここで戦ったら卵が割れちまうんじゃん。残酷かもしれないけどその方が好都合よ。卵を残してもし孵化したらライガの子供がエンゲーブを襲って消滅させてしまうでしょうから。二人ともライガクイーンが。くそ、二人で勝てるようなやつだったら別に村の人でも勝てるんじゃないのか。そういうことじゃないのか。とりあえず眠らそう。よし、入った。よいしょ、いった。ターゲットせん回復、味方に回復っていうのどうやってやるんだ。味方に回復って、あ、いけるじゃん。おい、どうなってるんだよ。ちっとも倒れねえぞ。まだ早いだろう。こちらの攻撃がほとんど効いていない。じゃ、冗談じゃねえぞ。なんとかしろ。なんとかして差し上げましょう。誰、詮索は後にしてください。私が不実で始末します。あなた方は私の栄唱時間を確保してください。偉そうに。今はあの人に任せましょう。大学院の攻撃があの人に当たらないように時間を稼ぐのよ。そんな強いのかあいつ。わかったよ。やめそうか。使うぜ。ちょっと待って、 HP が全然違うじゃねえか。待って、ルークが。いや、強すぎだろ。なんだ今の。ただのフォニマではないわね。アニース、ちょっとよろしいですか。はい、大佐、お呼びですか。わかりました。その代わりイオン様をちゃんと見張っててくださいね。なんか後味悪いな。優しいのね、それとも甘いのかしら。冷血な女だな。おやおや、血は喧嘩ですか。誰がだ。カーティス大佐、私たちはそんな関係ではありません。冗談ですよ。それと私のことはジェイドとお呼びください。ファミリーネームの方にはあまり馴染みがないものですから。ジェイド、すみません、勝手なことをして。あなたらしくありませんね。悪いことと知っていてこのような振る舞いをなさるのは。チーグルは始祖ユリアと共にローレライ教団の礎。彼らの不始末は僕が責任を負わなくてはと。そのために力を使いましたね。医者から止められていたでしょう。すみません。しかも民間人を巻き込んだ。おい、謝ってんだろそいつ。いつまでもネチネチ言ってねえで許してやれよ、おっさん。おや、巻き込まれたことを愚痴ると思っていたのですが、意外ですね。本当に意外だわ。まあ時間もありませんし、これぐらいにしておきましょうか。新書が届いたのですね。そういうことです。さ、とにかく森を出ましょう。ダメですの、長老に報告するですの。
シーグルが人間の言葉を。ソーサラーリングの力です。うむな。それよりジェイド、一度チーグルの住処へ寄ってもらえませんか。わかりました。ですがあまり時間がないことをお忘れにならないでください。ルーク、さっきはありがとう。あと少しだけお付き合いください。しゃあねえな、乗りかかった船だ。ジェイド、めちゃくちゃ強かったな。多分あれなんだろうな、後々仲間になるんだろうなっていうのが分かるレベルの強さだったな。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。